お母さん、この前まで家にいなかったけど何してたの？心の修行よ。何それ？それはね、遡ること3ヶ月前。子育てに自信がなくて、この幼稚園で修行させてください。幼稚園は大変だよ。まあ、頑張ってみなさい。はい、皆さん、新しい先生のキリコさんです。よろしくね。よろしく。誰？おばさん？おばさん！あれがおばさんよ！キリコさん、ゲームでなんとか落ち着かせてください。じゃあ、これなんだ？ぴょんぴょん。ゴリラ？違うでしょ、ウサギでしょ。じゃあ、これなんだ？捕まえるぞ。どこかな。はい、あ、いた。ちょっと、あ、いた。はい、行っちゃった。あとはどこかな。あ、いた。うんち臭すぎ。外も終わりの時間だわ。あれ、一人足りないわよ。あ、ちょっと、どこ行くの？待て。大丈夫？じゃあ、あとは生徒をよろしくお願いします。はい、わかりました。イケメン先生じゃないの。あれ、キリコ先生も。はい、じゃあ今日はでくり返しの練習していきます。はい、はい、頑張れ。はい、いいね。はい、いいよ、上手上手。はい、頑張れ。はい、いいよ、頑張れ頑張れ。はい、いいね。はい、ちょっと、何してるんですか。あら、ナイスバディ。事故だけど、ごめんなさい。はい、食べて。はい。あそれじゃあ幼稚園終わりです。お父さんお母さんと一緒に帰ってね。さよなら。ママ、この先生怪我させてくるし、つまんないし、大嫌い。ゴン。まあ、ちょっとひどいんじゃないの。もう向いてないと思うからやめてくれませんかしら。すいません。行くざますよ。幼児たちは何考えてるか全くわからないし、嫌いとか言われるし、本当に辛いわ。幼稚園の先生に必要なのは観察力なんだよ。幼児たちの様子をよく見て、退屈そうにしてたらやり方を変えたり、危ないことをしそうだったら事前に止めたりするんだ。そうやって幼児たちの中を深
めていくんだよ。もういや、このスイーツ食べて忘れる。それ私のだから、私のスイーツだから。ケチね、よこしなさいよ。私のスイーツ。まずは観察観察。退屈してるのね。そしたらモノマネゲームします。ウスゴリラ。じゃあみんなウスゴリラ動物園するわよ。子供たちをしっかり観察し、彼らに寄り添うことで仲を深めていく。園長先生の言葉の意味が分かったような気がしました。危ないことをしようとしたら事前に止めてあげる、それも先生の役目です。どこ行こうとしてんの。大丈夫。はい、給食です。いただきます。いただきます。生卵嫌い。しょうがないわね。はい、目玉焼き。やったー、ありがとう。ほら、もうまだ食べてない。じゃあ行くわよ。よく食べれました。よろしくお願いします。はい。イケメンだけど我慢よ。抑えないと幼児のためにならないわ。今日の幼稚園終わりです。さようなら。さようなら。それじゃあね。あなた、昨日やめてって言ったわよね。いつまで先生をやってるざます。ママ、キーコ先生は面白くて楽しい先生だよ。え、また遊んでね、キーコ先生。みんなありがとう。元気でね。またね、キーコ。
成長した私でこれからは息子と向き合うのよ。てなわけで心の修行をして成長して帰ってきたの。あんたに殺されたけど生き返れてよかったわ。なるほど、それは大変だったね。ブスゴリラお母さん、誰がブスゴリラですね。なんでこれ全然成長してないじゃんか。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。最初はグー、じゃんけんパー。またねー。